It's Christmas! It is time for Nekopara. Yes, let's just get right into this. So let's go and play. So adorable. Who would abandon them? No! You deserve to die, whoever abandoned them. Why is there a jump every now and then? I don't care! I got my Nekos! I like the music. Oh, yes, take them home. Take care of them. I don't know if this is gonna have adult content in it, so I might have to put my warning at the beginning. Since this is an OVA, it might just be limited to ecchi stuff. Oh, cinnamon. Oh, coconut. This is the trailer that we watched, basically, so I can talk over this without having to worry about missing anything. Oh, this is Christmas time! I got my gift! Yes! Ah, my shop. Oh, wow. Oh, hang on a sec. Why? Yes, I want captions. Oh, there we go. Sorry, guys. Cashew actually sounds pretty cool. Oh, bringing back such good memories. They'd start with the buttshot. They're evil cyborg vanilla. It might be a little bit dark in the background. It looks kind of dark on my webcam right now, but it usually seems brighter in post. So hopefully you can see me, guys. Oh, they're so pouty. Yes! Bounce on the couch!
Oh, I'm having so much fun, guys. Oh. I could say the same thing about you guys. こんな時に繋がらないって、シグレのやつ何やってんだ。ご主人様のお布団、もふもふ完了であります。新しい。Jeez, I'm tall compared to those two. I didn't realize Cashy was so tall. それはご苦労さん。ほら、ショコラもバニラも髪の毛跳ねまくりだぞ。ご主人様の。Oh, the petty. That was my favorite implementation from the second game, is the pet button. で。お前らは一体何しに来たんだ? Oh, they got the game music in the background. I didn't realize that. 仕方なく。仕方なく。ショコラが行くって言うからノリで。仕方ないとかノリとか、お前らな。いいか。出る前に何度も説明しただろ。俺はもう、あの家には戻らないつもりだって。実家は何も困ることはないし、シグレや他の猫たちもいるんだから。違うんです。これはその、お腹が反抗期なだけなんです。朝ごはん食べ損なったから。I mean, I like that they're redoing the whole Neko Paras first story. But I hope they add in some new elements into this. That'll be awesome. ま、とりあえず飯を買いに行ってからにするか。ねえねえ、ご主人様、生理痛って何ですか？ん？生理痛。Oh, that, that's right. That part of the game.送信だ。で、生理がなんだって？あ、生理ってことはもしかしてお片付けした時に痛くなる筋肉痛のことですか？さすがショコラ、そうその生理よ。ねえご主人。大体そんな感じだから、あ、もうちょっと静かにな。な。ご主人。本当だ。ご主人様、お顔が真っ赤です。I was kind of like that when, when she first asked me about that in the game. I was just like, no! Oh. The cut screens! シグレは現在電話に出られません。ご用の方は P という発信音の後にご用件をお話しください。ご主人様、ご主人様、一緒にお風呂入りましょう。背中を流してあげます。センサーバーズ、get ready。私たちの発育が良くなってからお風呂入れてくれなくなった。ご主人のエロ。大したことない発育のくせに何言ってんだ。にゃ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 んですと。この発言がセクハラ。猫の尊厳を踏みにじってる。She's the hair claw. ショコラとバニラはもう立派なレディー猫だってシグレちゃんが言ってましたし。それにショコラは今ぐらいがアイデンティティ。はいはい。それはもういいから。ショコラとバニラも帰る支度しろよ。にゃん？帰る支度？ショコラのお家はここですけども。ショコラの隣は私の居場所だし。あとご主人かっこいい。2匹揃ってすっとぼけんな。家まで送ってくから帰る準備しろ。おお。いいか。これから店が始まってどうなるか全然わからないんだよ。誰も頼れないし、お前らの面倒を十分に見られるかわからないだろ。しぐれと一緒に実家にいた方がお前らにとって幸せなんだよ。そもそも俺が自分自身の面倒だって見られるか危ういのに。嫌です。ん？嫌です。そこらが絶対に帰りません。ナイステンパータンチュー。ちょ、おい、ショコラ。Oh, I'm having so much fun, guys. 私もダットのごとく、いや、ダツネコのごとく離脱。ささ。あ、ちょ、コーラ。ほーらほーら、ご主人様、こっちですよ。危ないから走り回るなって。猫にそんな心配はご無用。ショコラ、お前は運動点でダメじゃねえか。こら捕まえたぞショコラ。おお。ご主人様のエッチ。ご主人、ショコラの胸は静かに。That's new。違うって、お前らが逃げ回るからだろう。やん、好きです。こら、バニラ捕まえた。こちょこちょこちょ。ショコラやめ。Oh my god, this is so adorable.
ナイスアシストショコラササだからお前ら逃げんだって。Oh, they're so cute and chibi. その件に関してはショコラとバニラの位置を尊重したいと思います。ショコラとバニラがちゃんと納得したら迎えに行きますので。いや、シグレ、納得したらって言っても。ところで兄様、この妹めに今日の愛のささやきを。ところでじゃなくて。それでは失礼いたします。愛してますわ兄様。ではまた。あ、ちょ、シグレ、マジでか。ご主人様のご飯はいつでも美味しいですにゃ。ショコラほっぺにケチャップついてる。芸術的に可愛い。お前ら今日こそは家に帰るんだからな。ご主人様はショコラたちといるの楽しくないですか？ショコラは楽しいですよ。これから本格的に開店準備が始まるし、ノーノーとお前らと遊んでる時間もないの。おとなしく帰る。ここにショコラがいたらご主人様は迷惑ですか？まあ迷惑だ。そうですか。そうですよね。やっぱりショコラ。おお、りょう。それでもショコラはご主人様のところにいたいです。ショコラ。 I wonder if they redid their lines or they're taking the lines from the game where they are now. It'd be interesting to know. I think they redid their lines. ご注文ありがとうございます。ティーセットの配達に伺いました。Oh, that's right. 受領書にサインをいただいてもよろしいでしょうか？どうも自分が頼んだものと違うみたいなんですけども。え、本当ですか？頼んだものも確かに入ってるみたいなのですが、うちではこんなに必要ないので。すみません。すぐに本社に確認します。はい、はい、わかりました。大変申し訳ございません。こちらのミスで別の注文書と混じってしまっていたようでして。はあ。今からご注文分を選別いたしますので。え、この中からですか？今から。私も次の配達に急いで行かないと怒られちゃうんです。ごめんなさい、お願いします。はあ、これじゃあ2人でやっても何時間かかるか。じーじー。あ、あー、ディン。ああ、猫の手があった。ああ、 Yes, carry those boxes. ありがとうございます、ありがとうございます、猫ちゃんたち。 I just realized that they actually have a sprite for the people that aren't Cashew or Shiguri. That was awesome. I actually have a sprite for the moving lady. I don't know why it took me that long to realize it. Arigato na, Shokora. Hometé, 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 hometé. Shokora to Bagira no okage de tasukatta yo. Uai! Koshuji-sama ni hometé moratchatte, Bagira! Yahoo!柱の陰で待ってた甲斐があったね。よしよし。ショコラ、ご主人様の役に立てましたね。Yes, very. やっぱりご主人様一人だとお仕事大変だと思うんです。ね、ね。うんうん。猫の手でも存分に役に立つ。それとこれとは別。家に帰らないとダメだ。そんな。Oh, Cashew. そもそも別にお前らに働いてほしいわけじゃなくてだな。俺はお前らが。やっぱりダメですか。お掃除でもしてきます。せっかくですし。おお、ポーチョコラ。 I know he's gonna bring him in, but ご主人、it still makes me sad. そんなに迷惑？悪い子？悪い子じゃないからここにはいさせられないんだよ。いい子なのにダメなの？いい子だからダメなんだ。That's confusing. とって難しい。Yeah, I'm with Vanilla on this one. 好きならそばにいたい。少なくとも私はそう思うけど。バニラ。
ショコラのところ行ってくる。人って難しいか。言われてみれば矛盾した考え方だよな。Just let them stay already, casual. 猫くらい単純に生きられればいろいろと楽なんだろうけどな。Is this milk? This is gonna be milk. 綺麗な夕焼け。ね、ショコラ。She's there so tiny compared to him. また旅だっけ? I thought they'd be at least taller.人文字たりとも合ってないだろうが。The Ferris wheel in the background. ショコラ、疲れたなら少し休んでいくか。あ、はい、少しだけ。じゃあ、私何か飲み物買ってくる。ああ、頼む。Oh wait, that milk doesn't come till later in the story. 任された。Oh, the ear twitching. What? What? Is that another cat girl? Or is that a dog girl? Because the third game talked about dog girls. That was cool. Although I did read on the donation page that if you donated like a certain amount, you could get your own like cat girl sprite in the OVA. So I'm wondering if that was someone's thing. I didn't do enough to get my own sprite. I just did enough to...do the minimum, because I'm not made out of money, guys. And right now, I don't have enough views on my YouTube channel to be paid by them. But maybe one day. One day, maybe. Keeps having these little jumps and freezes in it. Maybe it's because I'm recording it. I could use a cola.
本当に好きなら迷惑かけたって一緒にいたい。私たちが幸せかどうかなんて、いくらご主人でも決めつけるのは違うと思う。バーミラ。I like the whole the new background characters and stuff now. There's actually other sprites in this game than the main characters. It's awesome. I wonder if they'll make OVAs for the other two games. Well, other three games, because there's the prequel, Nekopara Volume Zero. Shokora to Bangira's 幸せを決めるのは俺じゃないか。人間が猫に何も言い返せないなんてな。ご主人様、それって。帰るぞ、うちへ。うちじゃ実家ほど自由に。Time for the kawaiiness to begin. Well, it began as soon as I hit that play button, but still. ご主人様、はい、大丈夫です。ご主人様がいるだけでショコラは幸せですから。やれやれ、ご主人ついに陥落。いやよいやよも好きのうちだね。ああ。そうかもな。これから一緒に頑張ろうな。はい、毎晩大トロじゃなくて大丈夫です。たまにでいいです。お肉も栄養でいい。松阪牛なら脂身最高。そういうのがダメだって言ってるんだ。そうだ、お前らのお気に入りのシャンプー買ってくか。おお、ご主人かっこいい。ついでに松阪牛も買おう。ま、今日くらいはお祝いってことで、そうするか。やったー、お祝いパーティーですね。ご主人太っ腹、さすが私たちのご主人。今日だけだからな、今日だけ。はーい、やっほー。イエーイ。Oh, what's with the star? Nekopara. Uniforms! Yes! Shokora, chou kawaii. Yes! Hirate yatte, hirate. Go! Hira! Oh, Shujin ga Shokora no koto eroi me de miteru. I'm sorry! I'm not sorry. Aho ka?お店の制服ショコラ似合ってますか？ Yes。 ああ、よく似合ってる。可愛いのが見つかってよかったな。うんうん、よかったよかった。頑張って注文したのは私だけど。バニラもよく似合ってるぞ。今日からよろしく頼むな。うん、まあできる範囲で頑張る。Oh, Vanilla's actually showing emotions. She's just roboticHey, there's lots of people out there. Are you ready? 先にこっちから捕まえに行った方が早い。私に任せて。待て待て待て。まだ開店して5分なんだから。最初からそんな気を張ってたらすぐに疲れちまうぞ。ん？ん？Oh, there she is.お前らはちょっと落ち着け。大変失礼いたしました。店長の水月と申します。メニューはこちら。ふむふむ、立地といい、色使いといい、なかなか素晴らしい店構えじゃの。ふむ、気に入った。ここにあるケーキは全部わしが買おう。さあさあ店主、ありったけケーキを詰めるがいい。あ、カードって使いますよね。いや、しぐれ、何やってんだよ、お前。はっはっは、しぐれとは何ぞ。お主、誰かと勘違いしているようじゃの。何ぞって、お前の名前だよ。
そんなプリチーで一途な兄様思いの娘っ子がこんなところにおるはずないではないか。お、なんだしぐれちゃんだ。久しぶり、元気にしてた？え、しぐれ、何その格好、流行ってるの？Oh, there they are! だから言ったじゃない。そんなんじゃすぐバレる。 How the heck did they get in there without them noticing? He's in the moon. そもそも、oh, coconut! コなら匂いでわかるしね。わ、私は兄様のためになればと思ってるんだ。はい、ひょっとしてみんなひどいです。ごほん。お久しぶりです、兄様。お元気そうで安心いたしました。お久しぶりって、こないだ会ったばっかだろうが。どうしたんだよ、みんなして。よう、元気そうだな、しおこばに。あら、それが制服？かわいいじゃない。孫にも衣装って感じで。ショコラちゃんもバニラちゃんも元気そうでよかった。心配したんだよ。そうだよ、お嬢様についていくなら一言言ってくれればよかったのに。ごめんね、ついつい勢いでのことだったから。また会えたから問題ない。みんな元気そうで何より。うんうん、猫たちも感動の再会を喜んでくれているようで何よりですね。何よりって、お前な。うめえなこれ。カッショ、お前なかなかやるじゃねえか。僕の人生ならぬ猫背にケーキワンホール食べられる日が来るなんて。Oh, damn! She hit the whole piece in her mouth! やっぱり猫舌にはぬるめよね。お茶受けに何かちょうだい。はい、こちら焼きたてのアップルパイになります。わあ、私焼きたてのアップルパイが食べてみたかったんです。そうそう、やっぱり猫舌には焼きたてよね。あっつー。本当に美味しいです。なんであんた平気なのよ。姉ちゃんが猫舌すぎるだけだと思うけど。でも本当に立派で素敵なお店ですね。ああ、ありがとう。もう兄様が隠れてケーキ作りをしなくて良いのだと思うと、しぐれまで嬉しくなってしまいます。和菓子屋の厨房で夜遅くにね。しぐれにもいろいろ心配かけてすまなかったな。私は兄様がお幸せならそれで。カショさん、ラ・ソレイユってどういう意味なんですか？フランス語で太陽って意味だよ。ご主人様の憧れの人のお店と同じ名前なんだって。女の太陽って意味らしい。なんかエロい。店名にエロい名前つけるか。僕は、あ、いや、私はロマンチックでいいのですけど。ショコラとバニラも元気そうで安心しました。ただし、兄様、ショコラとバニラをお店で働かせるならちゃんと資格を取らせなければなりませんよ。資格？調理師免許ってことか？違いますよ、兄様。そうではなくてですね。猫を単独行動させたり従業員として扱ったりするには単独行動許可証という資格が必要なのです。単独行動許可証？はい、保護者が一緒でしたら大丈夫ですが、猫が許可証なく外を歩いたら警察に補導されてしまいますから。警察？補導？補導って何？捕まること。にゃ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 んですと。でも、あずきたちは許可証なんて持ってたっけ？当たり前だろ。ほら、まあ、猫として鈴くらい持ってないとね。その鈴が許可証だったのか。私らは猫の中でも選ばれし猫ってわけよ。一応鈴の試験で合格できるのは10匹に1匹って言われてますからね。しぐれ様の猫なのに鈴持ちでないなんて、ご主人様に恥をかかせてしまうことだからね。ご主人様のお役に立てるのなら、そこらも鈴をもらえるように頑張ります。ショコラ、鈴がないとお出かけできない場所もあるって聞いた。仲間外れは寂しい。うん、うん、私も鈴をもらう前は留守番とかもあったから、寂しい気持ちはよくわかるよ。ショコラとバニラがその気なら、私も鈴取得に向けて
特に一肌脱ぎましょうか。しぐれ、じゃあお願いしてもいいか。俺もショコラ、バニラと一緒に頑張るって決めたから。ご主人様、私も頑張る。一発合格できるように頑張ってね、ショコラ、バニラ。ああ、これだから頭でっかちなメイン君は困るよな。別に合格さえすりゃ回数は問題じゃねえんだよ。自分は試験に2回も落ちたからってひがむことないんじゃない？はあ、もしかしてその短い手足が不利だったの？ Okay, I'm gonna pause it here for a sec. I gotta reset my recording here. Okay, now it's a little bit more bright in here. Alright. Let's get back into this.お、なんだどこら？これがマンチカンのアイデンティティなんだよ。おめえみてえな長毛種の子猫ちゃんは家でブラッシングでもしてろや。無駄に年だけ取ってる猫に先輩面されたくないね。喧嘩はダメだってば。二人とも落ち着いてね。そうだよ。あんまりストレス溜めると Oh, we don't want that, do we? になっちゃうよ。小豆もココナツも本当に飽きないわね、日毎日。水月家の平常運転だね、ソレイユでも変わらず。ああもう、暴れるなら埃が立つから外でやってよね、外で。おいだとてめえ、夜トイレに行くときは電気つい電気全部つけていかないとダメなビビリのくせに余裕ぶりやがって。いや、私は夜行性とか嫁とかそういう本能に流されない猫だって言ってんでしょ、このバカニャが。そんなところが姉ちゃんの可愛いところだからね。ふしゃー、魔法少女みたいな格好してるくせに私のことバカにして。いや、シグレちゃんが似合う。Oh, don't make fun of Cinnamon. こいつら本当に鈴持ちなのか。 Oh, Cashew, he's just like, what the fuck should I do? になったらご主人様と遊園地とか行きたいです。私は遊園地もいいけど水族館に行きたい。イルカとかシロナガスクジラとか見たい。水族館にシロナガスクジラっているのかな。ノリで言ってるだけでしょ。鈴の試験頑張ります。シグレちゃん、特訓お願いします。の鈴持ちの明日への第一歩、準備はいいですか、ショコラ、バニラ。おっ、準備 OK であります、シグレちゃん先生。オスオス、私も OK でありまする。いいですか、鈴持ちに必要とされる条件は、人間の生活の中に猫一匹で溶け込めるか。すべてのテストはこの一言に集約されるのです。はい、復唱。すべてのテストはこの一言に集約されるのです。違います、その前です、その前。試験なら今のは罰ですよ、罰。大丈夫なのかあれ。いいですか、そもそも単独行動許可証というのはですね、人間界のルールを理解して猫の習性や本能に負けず理性で自分を律した行動ができるか、これを乗り越えた猫に与えられる本物の猫たりえる証なのです。そんなショコラはまだ本物の猫じゃなかったんだ。まあ猫は猫だからそんなにうろたえなくても大丈夫。バニラには吐くのが産めよな。ボケっとしてマイペースつうか。ちゃんとやることはやるからやる気が表面に出ないだけだよ。お前らも十分マイペースだけどな。人の世では論より証拠と言います、まずは小豆、お手本を見せてあげましょう。ああ、なんだよめんどくせえな。ギャラ出るんだろうな、ギャラ。よろしくお願いします。Oh, it's so chibi, it's so cute. では、鈴持ち猫の強靭な意志、兄様もとくとご覧あれ。はい、ここに猫まっしぐらな油テラテラの大トロがあります。普通の猫ならば本能的に飛びついてしまいます。ですが、目の前にぶら下げても。ご本。今のは悪い例です。小豆には後でお仕置きをするとして。ココナツ、お任せください。シグレ様、兄様、you got cookie on your face。 小豆と違うところをお見せしましょう。
全く気にする素振りすらない。まさに大物の風格。この程度褒めてもらうほどのことでもないよ。Oh, the annoying fly is gone. It's now a butterfly. Oh, I missed the fly though. That crack in the voice, even all of it.基本はロシア文字で出る口ね。これ覚えとくと結構使えるから。すっごい、メイプルちゃん顔文字マスターだよ。かっこいい。ショコラは本当にいいリアクションするわね。じゃあ次は使えるスタンプを教えてあげるわ。そのお花はね、その。Oh no。おしべとめしべっていうのがあってね。おしべとめしべがね。The thirstiest cat girl. Shinamon,初勝してないでちゃんと教えて。で、今度は何やってんだ？鈴を持つためには一般常識と小学生くらいの学力は必要とされますから、座学も大切なのです。俺には携帯いじってるのとあれな本を読んでるようにしか見えないんだけどな。ま、困った時は大体110に電話すれば大丈夫らしいわよ。ちなみに命が危ないっぽい時は119ね。これだけ覚えとけば大丈夫。メイちゃん、スマホが明日は雨だって言ってる。ジメジメするって。虫がね、花粉を運ぶの。それでめしべのね、あそこにあれをあれして妊娠っていうか。虫が代わりにエッチするの？やだ、ダメだよ。エッチとかバニラちゃんがそんな恥ずかしいこと言うなんて。シナモン、ハローちゃん。シナモン。Here's the line。猫の習性や本能に負けず、理性で自分を律した行動ができるか。よし。あとはアップルパイだけだな。ご主人様、ご主人様、見て、見てください。ついに私たちは猫の限界を超えた。これで鈴の試験も完璧。ずいぶん早いな、限界超えるの。それはご主人様への愛ゆえでございます。しぐれの真似せんでいい。それで何を見てなんだ？ご主人様、ちょっと喉をゴロゴロしてください。喉を？ショコラは猫の喜びをポーカーフェイスで我慢してみせますよ。こんな感じか。ゴロ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 。ダメじゃん。にゃー、しょうがないじゃないですか。大好きなご主人様ですもん。喉元なでなで。ゴロ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 。バニラでもダメじゃん。じゃあバニラだってやってみてよ。できるの？私は余裕に決まってる。猫魂も通じない弾力。じゃあこんな感じで。うん。見てご主人様、バニラの尻尾が天をつく勢いでピーって。バニラめっちゃ。Pierce the heavens with your drill。それはその。バニラも全然ダメじゃん。いや、今のはたまたま失敗しただけです。そう、他のはすべて合格ラインだから大丈夫。猫殺しのテスト項目全部試してくれればいいと思う。単独行動許可証、虎の巻。上からやればいいのかな。任せてください、ご主人様の猫ですから。 Don't worry。 はい。クン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 我慢アウト。ちなみにこの指はさっきまでブルーチーズ触ってました。はい、フレーメン反応もアウトな。はい、次。This is so freaking adorable。 はい、猫魂もアウト。Oh yes、 That was like my favorite part in the first game。 Well, it was the
toy in the cat shop, but yeah.Oh, catnip. またたびも会うと。バニラ後にあげ。ショコラ、バニラ、鈴テスト不合格。Fleming responds to where you just go, "Yeah." Oh, hello! New cat girls, nice. Shokura, Vanilla.ただいま戻り。おかえり。ニーデベル。どうだったんだ試験は。バッチリ完璧です。無事任務達成。パーフェクト。おお、よく頑張ったな。はい、これでショコラたちも立派な鈴持ちの猫です。鈴持ち。It'd be a funny twist if Shigure just paid them to get them to pass. そうだな。お前たちは立派な鈴持ちの看板猫たちだ。店の仕事もよろしく頼むぞ。はい、お任せあれ。イエーイ。いやー、めっちゃ高い。 Oh, the amusement park!人がゴミのようだとはよく言ったものだと思う。ね、ご主人。なんでお前らはそんな余裕なんだ。高いとこ気持ちいいじゃないですか。今の私たちのテンションは地上107メートル。そうか。That's tall. そう、2、1、バイバーイ。Now they changed the voice on that thing. It used to be women.Oh, it's such a cute little gecko! I'm enjoying like, the background characters right now a lot. Haido! Haido! This is fun for me. Aww. Oh. It's okay, so calm down.として大事な尊厳とか他にもいろいろなものが漏れそう。ちょっと待て、もうすぐ出口だからそこまで我慢。おう。にゃーん。鈴のお祝い楽しんでくれてるみたいだな。はい、もう最高です。うんうん、鈴最高。ご主人様。I'm having so much fun, guys. マイナーやったやったね。でもお店忙しいのにお休みなんていいんですか。ご主人最近疲れてると思うけど。お前らがそんなこと気にしなくていいんだって。これは俺がしてあげたいことなんだから。じゃあ次はちょっとゆったりしたのにしましょうか。まだまだ時間もあることだしね。ああ、お前らこそ疲れてなんて言わせないからな。I'm sorry I'm not talking more. I'm just enjoying myself, guys. Oh, they do have a... Well, they have a whale shark. It's a big aquarium to get a whale shark in there. Oh. It's nice to see, like, a different variety of cat girls now.私も超楽しい。猫生でかなり上位に入るはしゃぎっぷり。お前らが頑張って鈴取ったからだな。はい、一生懸命頑張ってよかったです。
お店も手伝えて遊びにも来れて鈴最高超最高。見て見てご主人様バニラマグロだよマグロ。大きいすごい赤超早いすごい元気で新鮮で美味しそう。 And she thinks about food. おとろいっぱいよだれ出てくるよだれチリリリリリ。Oh, poor Cashew. You got brownie points, though. 水はまだ冷たかった。日も傾いてるし、今日はもう終わりだね。いや、俺はまだ大丈夫だよ。一日楽しくて疲れちゃいました。それに、私たちだってご主人のこと大事だから。ね。ね。わかった。じゃあ、また遊びに来ような。はい、また来たいです。うん。それがいいね。じゃあ最後にお土産買って帰るか。はーい、お土産嬉しいです。ありがとうご主人、超かっこいい。あー、夜食を終えたフォープレシーズ。ただいま。ただいま。大丈夫だ。ご主人様。すごい熱。そんな。ちょっと疲れが溜まってるだけだよ。情けないな。でも本当に病院行った方がいいんじゃないですか。鈴の試験で習った。動けない時は119で救急車を呼ぶって。救急車はダメだ。せっかくお客さんがついてくれてるのに。店の前に救急車が止まってたら心象も悪くなっちゃうだろ。ご主人様。ご主人。それにこんなの救急車を呼ぶようなことじゃない。一晩寝たら大丈夫だから心配するな。ショコラ、ご主人様のそばにいますから。今度は私たちが看病する。My dog is looking out the window and trying to figure out the squirrelsrunning patterns. It's hysterical. 39度。さっきより熱が上がってる。イルカさんお水かぶっちゃったからかな。私たちのために連れてってくれたのに。どうしよう。どうしたらいいのかな。何もできない。悔しい。ショコラ、バニラ。ここにいます。ショコラはここにいますから。私もバニラもここにいるよ。ちゃんとそばにいるから。あの時のお返し。今度はショコラたちがご主人様を助けないと。Best sleeping ever. ダメだ。もう遅いからしぐれも寝ちゃってる。ショコラたちで何とかしないと。病院に行ってお医者さんを呼んでこよう。救急車はダメでもお医者さんに来てもらうなら大丈夫だよね。うん。私も同じこと考えてた。この辺りで病院って言うと。ごめんなさい、ご主人様。Yeah, that's right, they don't have their bells on right now. 約束を破ります。後でいくらでも謝るから、好きな人が苦しんでるのに黙っていられない。すぐにお医者さんを連れて、ご主人様のそばに絶対に戻ってきますから、待っててください。Oh, this is almost over. そんなせっかく
They skipped a lot of the game. あなたたち何してるの？ご主人様が大変で、それでお医者さんを呼ぼうと思って。病院が閉まってて、どうすればいいかわからなくて。飼い主さんが？それは大変だけど、あなたたち猫ちゃんだけみたいね。鈴は？持ってないの？猫が許可証なく外を歩いたりしたら、警察に補導されてしまいますから。その、いつもつけてるんですけど。慌てて出てきちゃったから。とりあえず一緒に来てもらえるかな？ご主人様に連絡がつけばすぐに帰れるからね。ショコラはご主人様のためにお医者さんを連れて帰らないとダメなんです。ご主人が苦しんでいるから私たちは帰らなきゃダメだから。いけない、お願い、分かって。ごめんね、そう言って逃げちゃう猫ちゃんもいるの。鈴のない猫ちゃんは一緒に来てもらう決まりだから。そんな、ごめんなさい。あ、猫ちゃんたち落ち着いて、大丈夫だからね。ダメです、ショコラたちはご主人様のところに帰らなきゃいけないんです。絶対に帰るって約束したんです。だからごめんなさい、今だけは絶対に行けない。決まりだから、どうしても一緒に来てもらわないといけないんだけど。ご主人様。ご主人。ショコラ、バニラ。ご主人様、なんで？ご主人、どうして？Didn't even show milk yet. 何やってんだ、まったく。スマホで病院を検索してたから、もしやと思って来てみたら、お前らが無事でよかったよ。鈴も置いてっちまったし。だってご主人のこと今度は私たちが守らなきゃって思ったから。ご主人様が苦しそうにしてたから、いても立ってもいられなくて。家族だから何かをしなくちゃって。Oh, they're so helpful. 家族の心配をするのは当たり前だ。 He looks just fine. だから俺もいても立ってもいられなかったんだよ。ご主人。分かったから。まったく病人に心配かけてお前らは。ごめんなさい。It's because in the game he got sick after he did a lot of boning.俺たちの家に帰るぞ、ショコラ、バニラ。はい、帰りましょう、ご主人様。うん、三人で帰ろう。ねえ。な、これは、シグレ、その格好。ございます、兄様。この間の兄様が倒れた一件があってから、しぐれは考えました。ソレイユの人員を増やして兄様の負担を減らすのが妹としての使命だと。人員を増やすって言っても今のうちじゃ。ご心配は無用です、兄様。あ、私はもちろんですが、水月の猫たちもみんな協力してくれるそうですから。シグレ様とカショウ様の命とあらば。しょうがないわね、シグレがお小遣い出してくれるんでしょ。ラコン、めんどくせえけど飼い猫のつれえとこだよな。私はカショウさんの美味しいケーキとお茶をいただければ十分です。全員スズモチの即戦力です。文句はありませんね、兄様。いや、ちょっといらっしゃい、みんな。先輩として歓迎しちゃうよ。またみんなと一緒、こうでなくっちゃ。ショートケーキください。いらっしゃいませ。
Wait, was that milk? Because she actually had lines? こうしてパティスリーラ・ソレイユは猫パラダイスと呼ばれるケーキ屋として新しい一歩を踏み出したのだった。Yay! Oh, that was good, guys. I enjoyed that. I'm gonna see if there's anything after the credits.Screen. Oh wow. Nice job, Cashew. Oh, they killed a little cat girl. Oh, you're so adorable. Thank you so much for watching. My name is Swaverly. If you like what you saw, set that like button free. Please check out more videos on the channel. And as always, I will see you and all of your beautiful faces in the next video. So, laters. Let the bass go!